皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、本を出してもテレビで紹介されてもなかなか集客につながらない先生の共通点とはということについてお話をしたいと思います。実はですね、先日私 の新刊本がですね、新刊本のもっと稼げる自宅教室の集客制約バイブルという本なんですが、こちらの本が、まず第1弾として、幻冬舎のゴールドオンラインというウェブマガジンの方ですね、そちらの方に、まず連載で取り上げられて、11回なんでまだ終わっていないんですけれども、こちらの動画を見る方の時期によってはもうもちろん終わっているんですが、そちらの連載の1回目ですね、この記事がヤフーニュースの方に転載されて、先日載ったんですね、ヤフーニュースの方に。で実はですね、私基本 Google の人なので、ヤフーってそんなに検索エンジンとしてあまり見てなくてですね、ヤフーニュースもそんなに見てなかったんですよ。なのでそれを編集者の女性の方がですね、見つけてくれて掲載されてましたみたいな感じで、過去形ではあったんですけど、1週間遅れぐらいで発見したっていう感じですね、だったんです。で、その時にですね、感じたことがあって、前に先生からご質問を受けていたですね、冒頭でお話しした、本を出してもテレビに出ても集客につながらないっていうことを実際に言われたことがあるので、これはそうだって、自分が実際にヤフーニュースに取り上げられた時に出た波及効果ですね、それを鑑みた時に理解できたことがあったんで、それを今日お答えしていきたいと思います。まずですね、結論から言うとですね、本を出してもテレビとかに紹介されてもそのまんま集客につながるわけではないっていうことなんですよね。もちろんうまくつながる方もいらっしゃるんですけれども、これはですね、単なる通過点というか布石というか、そういう状態なんですよね。ですから、今回ですね、私が、掲載されたの知らなかったんです。知らなかったんですけれども、メルマガの読者の増え方が、私が何をしているわけではないのにいつもよりポツ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 増えていってたんですね。何なんだろうな、露出、分かるんですよ。自分が例えば SNS とかで、何かを記事書きました、読者登録お願いしますって言えば増えるのは分かるんですけれども、その時私何もしていなかったんですね。なんで増えてるんだろう、みんなどこでメルマガ知ったんだろうって思って、ちょっとね、不思議に思ってた1週間があったんですよ。そして、その掲載されましたっていうのが1週間遅れで分かった時に、乗ったからみんな私のウェブサイトとかを見に来て、そして登録したんだなっていうのが分かったんですよ。で、その経緯が、私のその何ですかね、本の紹介されてるヤフーニュースから本の紹介されてる幻冬舎のページとか飛んだとしても、アマゾンの方に行くか、私のウェブサイトとかも載ってはいるんですけども、そこにたどり着いて、でかつブログかなんかを読んだりとか、バナーですね、貼ってあるものとか読んだりとかして、いいなと思わなければ、登録しない仕組みになっているんですね。ただ重要なポイントは、どういう状態であったとしても、見に来た人が登録したいというふうに、何かこの人の情報をもうちょっと見たいと思った時には、どこにでも登録ボタンがあるというか、登録場所があらゆるところに私バナーを貼ってあるので、あるんですね。でそういうウェブサイトをもともと作っています。通常ですね、ウェブサイトっていうのは目的があって作っていくものなんですよね。皆さん、そうですね、教室とかだと基本的には一発申し込みしてもらえるような、動線設計ですね。動線設計っていうのは、感情が訪問したら、ウェブサイトに訪問したら、この教室行きたいって思うふうに、事実が並べてあって、それを魅力づける文章構成と写真の構成があって、申し込みに結びつけるっていう、いわゆるマーケティングと呼ばれる部分の、ものになるんですけれどもね。物販とかで圧倒的にその
なんていうんですか、品物自体の魅力があって、そんなに小手先の別に紹介とかね、そういうのいらないという、もう圧倒的な商品力がある商品だったら置いときゃ売れます、基本的に Amazon あたりに。そういうものじゃないので、皆さんの商品っていうのは一人一人先生の個性があって、提供している技術がね違いますので、それを読み込んだ上では、ここの教室行きたいわって思ってもらえるっていう、まあ基本的な構文とかロジックっていうのがあるんですけれども、そちらの方を理解した上で、まあサイトを作っていないとですね、自分がどんなに SNS で例えばホームページの宣伝をしたとしてもですね、たどり着いた人が決まらないっていう、制約しないっていう事態に陥るんですよね。ですからウェブサイトっていうのは、その目的に沿った作り方をしなくてはいけない。要はゴールは何なのかっていう作り方になります。例えば私のパンの教室の時にはゴールは申し込みです。しかもコースレッスン6ヶ月を1回というか1クリックで申し込むっていうものなので、いわゆる一般的な先生が普通にトライする毎月毎月募集をするっていう、それよりもハードルは高いです。6回分を行こうって決意してもらわなくてはいけないので、ですのでそれに足りうる情報量と内容とっていうものは出している予定なんですね、私の場合には。それによって、まあ、一発申し込みをしていただくっていう、まあ、そういうサイト作りになってました。ですので余談ですが、体験会とかはなるべく外したい。通常は体験会であって、その後決めるっていうのが多分高額って言われる講座とかは当たり前なんですけども、私はメインレッスンの方が月22から26ぐらい稼働してましたので、そちらの方の時間を取らなくてはいけないので、体験レッスンの時間が取れなかったんですね。ですから体験レッスンは積極的にやりたい人ではなかったので、ウェブである程度完結させたいなと思ってウェブサイトを作るっていう作り方になってました。で、まあ、もう一つ美容食学っていうマクロビオティックと現代洋学を組み合わせた講座を教える講座っていうのも持ってたんですけど、まあ、座学と実習が入ってきてるんですが、こちらが大体パンの倍ぐらいで13万とか14万の講座だったんで、さすがにそこはねちょっとウェブだけだと難しかったんですね。ですのでこちらは体験会へ誘導するウェブサイトを作りました。だからとにかく体験会に来てくださいっていうのをゴールにするウェブサイトを作ったんですね。で、今回の、Yahoo ニュースに載った、多分そこにみんながたどり着くであろうというサイトは、ブログが700記事ぐらい載っているサイトで、読み物としても読み応えがあって、でこの人のこともうちょっと知りたいな、もっと詳しく情報を知りたいな、イベントとか何かあったら行きたいかもって思った人が登録できるように、メルマガ登録 もしくは LINE ですね、どちらでもいいんですが、メルマガに登録してもらえるように誘導するために作ったウェブサイトが、リビング企業アカデミーというサイトになりまして、もちろんメインのアカデミーの6ヶ月の、スペシャルコースをですねそのまま見て申し込む方もいらっしゃるんですけれども、70万近くしますけれどもね、そちらの方を、入ってねっていうふうに作ってるのではなく、まずは私の考え方とか、どういうふうにあなたの教室をやってったらうまくいくだろうかっていうことをじっくり学んでもらいながら、まあ、その上で入りたくなったら入ってねっていう、そういう作り方にしてあるので、ブログメルマガですね、これを読んでもらえるように促す風に作ってあるのが、私のメインサイトなんですね。ですので当然それだけのページ数を作っていくっていうことは、ものすごくコツコツ、ブログをずっと更新し続けなくてはいけなくて、しかも良質なコンテンツ、お役立ち情報を中心に、もう4年目になりますかね、そちらの方のウェブサイトを運用してから、まあだから100記事レベルで400だから足んないですよね。150から200とか、一時期ちょっとブログ更新ができないというか、違う事業をやり始めていて、そちらの方のブログ更新をやっていて、そっちのアカデミーの方ができてなかった時ありましたけど、また最近違うウェブサイトも作りつつそちらの方更新しているっていう状態なので、基本的にコツコツやってるっていうのが、まあ大前提になってるんですよね。そしてそのウェブサイトが出来上がってる
別にそれがマスコミに宣伝されるとかされないとか全く関係なく、ただ淡々と、皆さんがたどり着いた人が役に立つ情報を手に入れられるようにっていうことで、いずれ私のクライアントさんになるかもしれないし、離れていくかもしれないんですけれども、まあそれでもその人が役に立って事業改善とか、いい状況になればですね、私も全員をコンサルすることはできないので、まあ、それはそれで役に立つからいいんじゃないかと思ってずっと更新しているわけなんですね。で、そのサイトがある状態である日突然、まあ、そういう、まあ、拡散されるようなニュースに載ったりとかっていうことがあると、もともと組んである動線が普通に、大きく稼働し始めるようになるんですよね。これ乗ったからといって、その時に慌ててウェブサイト作ってもですね、間に合わないんですよ。だって見ちゃってるし、私知らなかったし乗ってるのが。だから準備ができないということになります、基本的には。だとすると、まあ、まず一つ目の重要なポイントは、そのウェブサイトとか自分の身の回りですね、 SNS 周り、ブログだろうが YouTube だろうがインスタだろうが Facebook だろうが何でもいいです。そのウェブサイト周りは全部とは言いませんけども、特に得意なところを中心に整えておく必要があるということです。いつ取材されてもいいように。で、私が知っている情報で、そういうマスコミの方っていうのは、まあ、まずメインサイトを見るっていうふうに聞いています。ですので、いわゆるホームページになりますね。で、ホームページと、アメブロをホームページ代わりにしてますとか、アメーバオンドとかをホームページ代わりにしてますっていう方いらっしゃいますけど、アメーバっていう冠がついている以上あなたのものではないので、それは独自ホームページとはちょっと違うので、自分の独自サイトですね。これをやはり持ってるか持ってないかっていうことが一つの判断の基準になるということです。要はちゃんと商売やってるかやってないかっていうことです。人の借り物のサイトでやってる人はそのレベルの信用度っていうことになるので、もちろんそれでもマスコミに掲載される場合はありますけれども、信用度が格段に変わってきます。で、同時にですね、 SNS の発信ちゃんとやってるかっていうのも見るらしいです。だから本当は全方向見た方がいいです。例えば私の場合には全方向やってるので、どこから見られても大丈夫なように、薄く細く長くずっと更新し続けるんで、毎日の手間がね、結構大変なんですよ。だけれども、ある時突然見られちゃうんですね。その時にずっと放置しっぱなしのブログ、ずっと放置しっぱなしの YouTube、 ずっと放置しっぱなしの、なんだろうな、まあ、Facebook とかなんか分かりませんけれどもね、そういうものも一緒に見られるということです。で、それはマスコミだけじゃなくて、例えば運よくそのマスコミが取り上げてくれた場合の、その先も読者も同じような動線をたどります。ホームページ来て興味持ったらね、いろんな媒体見ますね、その読者さんは。で、それによって総合トータル判断して、この人いいかも好きかもっていうことを判断するということですね。まずここまでがその背景です。では本題に入ります。本を出してもテレビに紹介されてもなぜ集客につながらないのかっていうと、その本を出すこととかテレビに出ることがゴールになってるからです。本を出すのは通過点であって、その出した本の読者にどういうふうに行動してもらいたいのかっていうのをあらかじめ知った上で、本の中に例えば小さなチラシビラを入れるとかですね、その本の読者がそれを読んで行動して、で、成果が出たみたいなとこまで持っていかせるような本を書いておけば、自然とこの著者に会いたいとか、そういうことになるので、そういう中身に仕上がってるのか、レシピ本でも構いません。私の場合には実用書なので、それがやりやすいんですけれどもね。だから出したら集客が来るっていうのは多分ね、勘違いですね。その出した後にその本を使ってどういうふうに自分を探してもらって、どういうふうに自分のところに来てもらえるかっていう第2弾、第3弾、第4弾の仕掛けをしないと、まあ、まず人って来ないですよね。あとテレビも一緒です。突然取り上げられるので、それまでの準備とかウェブサイトの構築をきちんとしていかないと、多分名前検索されることが多いですね、テレビとかだと。だから例えば私であれば高橋貴子っていう名前をどれだけブランディングできてるかっていうことになるんですが、ちなみに検索していただいたら分かると思うんですけど、1ページ目がほとんど私です。画像も動画もほとんど私です。だから他の高橋貴子さんには申し訳ないんですけど、私の露出度は、そういう形で名前検索されてもたどり着くように、露出を上げ続けてる、上げ続けてるとかし続けてる、いろんな媒体。
っていうことになります。だからその努力をもともとやっているというプラットフォームを持ってるか持ってないかになるんですよね。だから集客につながらないと思うのであれば、そのチャンスを生かしきれるような土台を持ってない可能性が高いので、これは今取材されてなくても逆に整える必要があります、将来のために。例えば余談になりますけれどもね、私本を出すっていうか本を出す、まあ、作家になるっていうのを決めた時にサインの練習してます。サインね、デザインしてくれる人からサインのデザイン買ってます。で、要はそれをサインすることを前提としてるからですよね。で、その未来に向かって動くという感じになりますので、だって本出してないのにサインとか練習しておかしいじゃんとか思う人いるかもしれないですけど、いやいやいや、逆にその未来を思い描いて、本を出す人になるみたいなのをね、自分に、言い聞かせつつ、企画書を書くとかですね、そういった部分の本を出版するのに近い人にコンタクトを取るとか、動いていく行動指針にしていくこともできますので、そんなところですよね。どちらかっていうと大事なのは、だからちゃんとその後の動線設計を先にあらかじめ組んでおくっていうことです。いつ何がどう来てもいいように。なのでその時にやったのではもう間に合わないということになりますので、集客に結びつかないようになっている人は大概その準備ができてないタイプ、ないしはできていたとしても有機的につながるように自分がもともと意識して文章を書いていない、ないしは、来た人がどう回遊するのかっていうことをデザインしていないっていうのが多いかなっていうふうに思ってます。ですので結論から言うと、本を出してもテレビに出ても集客に結びつかないのは受け入れ側のこちらの準備がちゃんとそれ用にできていないからということです。それは取材されるのが分かってるから準備するので遅くて、いつかされる日のために、それに沿った形も含めてですね、きちんと設計をしておいて、あと継続的に更新し続けることです。見られてるとか見られてないとか、モチベーションが上がるとか下がるとか全く関係なく、淡々と継続し続けるっていう、このモチベーションですね、これが大事だなというふうに思っているので、本もたくさん出してます、テレビも出たことある、取材もされている、なのになんで自分の方にはお客さん来ないんだろうって思う方は、そのあたりを点検してみていただければいいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは。